こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんいつもと違った環境でまた動画をお届けしたいなと思っています。先日ですね、皆さんも見ていただいたと思うんですが、スマイルシードストアさんでですね、撮影をしまして、やっぱり外で撮影するの楽しいなと思いまして、今回僕が来たのはですね、こちら。皆さんも店内の感じ見覚えがあるかなと思うんですが、グローバルワークさんですね、錦糸町店の方にですね、お邪魔させていただいております。やはりですね、もういつも同じ環境で撮影してると飽きてくるんですよね。なので今回はですね、この店内の雰囲気を皆さんにも存分に味わっていただきながら、グローバルワークさんでおすすめのですね、夏服を5点ご紹介していきたいなと思います。ただ5点と言いつつ、数はですね、曖昧なんですね。やりながらだんだん増えてしまうかもしれませんが、まあ、ぜひ皆さん今後のお買い物の参考にしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで早速見ていきましょうかね。僕もね、なんかいろいろ店内はですね、回ってるので、馴染みのあるものも多いんですが、今年はこういった、なんだろうな、首元のデザインですね。キーネックっていうやつですね。ちょっとこう、襟の部分が深くですね、V のように切り込みが入っているデザインなんですけども、こういったものトレンドになっていまして、グローバルワークさんでも展開があるんですね。で、これライトクッションの素材感で、またね、こう中肉厚で、体のラインも拾いづらいですし、最初からこう、レイヤードになってるんですよね。ここ。白 T が覗いてる感じが、最初から表現されていて、あとね、その部分からもこのね、白 T が見えるような感じになっているので、これで結構便利なんですよね。僕もよくやるんですよ。例えば、丸首のニットの下に白 T 着たいだとか、そういう着こなしするんですけども、歩いてると、この見えてた白 T がこう、ずれてきてしまったりだとか、ちょうどいいバランスに収まらないこともあったりするので、まあ最初からこのようにね、なんか、長さ調整してあって、ちゃんと収まりがいいような形になってるのは、かなり使いやすいですよね。まあカラー展開もすごく豊富で、これちょっとライトグレーっぽいものから、パープル系、ベージュがあって、まあ使いやすさで言ったら、やっぱりこうネイビーだとか、このあたりがベーシックで良くて、まあ僕は個人的にはこのライトグレーっぽい色、これが夏らしくていいなと思うので、これは後ほどまた着てみたいと思います。あとはですね、こっちの方行ってみましょうか。もう夏なのでね、いよいよもう半袖のシャツとかがね、かなり多くなってきてますね。まあこのあたりの鉄板ですね。オープンカラーシャツ、使い勝手良さそうですね。まあ僕はネイビーとかブラックとか好きでよく着ますけども、このあたりが定番なんですけど、ちょっと一押しはこのベージュ。かなり色の感じが綺麗ですよね。上半身ちょっと明るめにして、ボトムスブラックで引き締めてあげれば、簡単にコーディネート決まりますし、なんかね、生地の感じも軽くて使いやすいですね。これなんていう商品名なんだ？エアカルシャツ。はい。なんか商品名にエッジが効いてて分かりやすいですよね。かっこいい名前付けがちなんですけど、そこら辺の分かりやすさ、もう軽さがあって着やすいっていうところ。あとはまあ色味も含めていいですよね。ボタンもちょっとこうブラウン系で色揃えてあるっていうところも含めてすごくいいな。これもちょっと後ほど着てみたいと思います。サイズ感もちょっとゆったりめなのがいいですよね。あとこっち。あー、これまたもう大定番ですね。これはエアカルイージーパンツですかね。はい、皆さん見てください。これまた定番で、何年前かな、僕のチャンネルでも2年から3年前に一度ね、取り上げまして、皆さんにもご紹介したと思うんですが、あれから進化を遂げて、カラバリもとんでもなくいっぱいありますね。インディゴブルー系のカラーで、これもなんかいいし、ちょっとこう濃色の感じもいいですよね。このあたりいいですね。良くないですか？ライトな感じの質感で、後ろは腰ゴム入ってて、色はちょっと濃いめのインディゴブルー。あ、これなんかいいですね。まあ、とにかく軽くて、ワンマイル的に使えるんだけど、かなりですね、綺麗にも見えるので、いろんなシチュエーションで履けるかなと思います。あと、やっぱりこのような、チャコールグレーみたいなのも僕は、個人的には好きですね。ブラックのパンツもいいんだけど、夏だとちょっと重たく感じるときには、ちょっとチャコールグレーぐらいの色合いでもいいかなと思うので、これも使い勝手良さそうですね。どの色を履こうかすごく悩みますが、これもおすすめですね。まあ、丈も最初から短めなので、そのあたりも含めて使いやすいですよね。はい、こっち T シャツもなんかバリエーション豊富ですね。このあたりはエクストラファインコットンですね。使った T シャツで、すごいカラバリ豊富ですね。このちょっとパープルっぽい感じが綺麗じゃないですか。
うん、これいいですね。なんか T シャツ1枚のスタイルってちょっとこう地味にも見えがちなので、白 T もいいんですけど、ちょっとカラー綺麗なものを使ってあげると、これ1枚でもちゃんと主張があって綺麗だなと思いますね。で、あとはポケットがちゃんと胸についてるのもワンポイントになるので、これまた使いやすいですよね。うん、ちょっと表面にこう微光沢があるんですよね。で、ちょっと動くとこの光沢感が感じられるので、このあたりもすごく上品に見えるのがいいなと思いますね。そうだな、色結構たくさんあってどれもいいんですが、パープルだとか、まあこういったちょっとグリーン系の色合いもいいですね。差し色でパッと華やかな感じになるので、これもいいな。皆さんはどの色がいいですか？ぜひ教えてください。あとはですね、意外とこのボーダーとかもいいかもしれないですね。ボーダー今年結構旬なアイテムかなとは思うんですが、まあ、その中でもちょっとこう単調なボーダーではなくて、少しこうラインの太さなんかに調整がかかっていて、退屈に見えないようなこういったボーダーですね。これもなかなかいいんじゃないですか。でもボーダーでもこう色合いとしてはネイビーとホワイトというところで、基本的にはメンズの定番的な色合いで使い勝手がいいような配色になっているので、これが主役でもいいし、この上にですね、先ほどのオープンカラーシャツの内側に入れてあげて前開けてもらうみたいな着こなしもいいと思うんですね。同色系でちょっとこうボーダー入れてのアクセントというのもいいかなと思うので、これも使いやすいですね。あ、いいですね。カラバリがめちゃくちゃ豊富っていうのはグローバルワークさん強みではありますね。はい、なかなか良さそうです。はい、続いてこっち行ってみましょうか。キーネックまた違った素材感のものもあるんですね。これもまたいいですね。僕こういったダークグリーン大好きなんですよ。うん、色としては深みがあって意外と使いやすいんだけども、アクセントカラーになるというとこですね。あ、これもいいですね。そう、このダークグリーンに対してこのホワイトの清涼感のあるですね、色合いが入ることで重たくなりすぎないところで、これまた使い勝手がいいですね。ダークグレーもいい色ですね。これ白パンなんかで合わせたらすごくいいんじゃないでしょうか。いいですね。どれ着ようかな。結構困っちゃうぐらい色々とバリエーションありますが、はい、続いてこっちの方行ってみましょうか。同じこうライトクッションシリーズでこういった半袖バージョン、これもレイヤード作ってあるっていうとこね、これもいいし、あとは壁面でしょうか、こちらを行ってみると、またシャツがまた半袖いろいろありますね。先ほどはオープンカラーシャツだったんですけど、はい、今年はこうレギュラーカラーの半袖シャツいろいろ出ていますが、ちょっと表面に光沢感があって滑らかな質感、高見えするような質感のものがあって、このベージュもいいですね。ライトベージュっぽい色ですかね。はい、すごくいい色ですね。ちょっと白 T と合わせてっていうところで、あんまりこう色の差をつけずに柔らかくまとめるのもすごくいいので、この着こなしも含めて参考になりますね。いいですね。柄物もやってますね。おー、なかなかちょっと普段のグローバルワークさんっぽくないけど、こういったものもね、なんか黒い短パンと合わせてリゾートできたらなんかね、雰囲気変わっていいのかもしれないですね。サラサマって書いてありますね。はい、ね、いろいろとありますね。やっぱネーミングが分かりやすいな。サラサラしてるサマーのシャツって感じですかね。いいっすね。使いやすそう。はい、あとはですね、あ、これね、はい、爽快ドライタッチシャツってやつですね。これはですね、持ってます。先日実はショート動画の方でもこれ解説をしたんですけども、色味がいいんですよね。これまたグリーン系のちょっとかすれ感のあるような表現になっているんですけども、で、襟元はオープンカラーで、で、このようにですね、ポケットがね、蓋付きのポケットが2つついていて、これもね、使い勝手いいし、なんか退屈にならないような半袖シャツとしてはすごくおすすめなんですよね。このダークグリーンもいいし、あとはどうだろうな、ベージュも鉄板でしょうけど、この表記はちょっと何になるのかわかんないですが、グレーなのかな、グレーとベージュが混ざったようなカラーで、このあたりもすごく色味いいですね。爽快ドライタッチ、さらっとしたね、このタッチの触り心地がすごく良さそうですね。いいなぁ。これ一応セットアップで展開がされてるんですね。例えば、あ、こっちに着てる状態がありますね。見ていただきましょうか。これ。あ、いいですね。セットアップにしちゃえば、もうそれだけで内側変えれば着こなし完成するので、こういった形でね、作ってもらうのも良さそうですね。ほう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 。いいですね。さすがですね。
はい、続いてこっち行ってみましょうか。アーバンスラックスね。アーバンスラックスは僕の動画の中で何度出てきましたかね。もうこすりにこすり倒したぐらいですね、出てきたアイテムなんですが、夏場の素材にまた変わっていて、アーバンスラックスエアーですね。このあたりもすごく使い勝手がいいです。まあ、やっぱりシルエットが美しいんですよね。圧倒的に。今トレンド感のあるゆったりめのボトムスもありますが、まあ、選択肢として選べた方がいいと思うんですね。ある程度40代以降の大人の男性だったら、シルエットをだらしなく見えない方がいいので、こういったアーバンスラックスの美しいシルエット、綺麗なシルエットはいいなと思うので、その夏バージョンとして、素材すごくライトで軽い。なんか履いた感じも楽そうですね。だけど素材感はまあほとんどウールに見えるような上品さがあるってところ、このギャップがいいですよね。イージー仕様になってて腰ゴムで、そして紐がついてるってところも含めて使い勝手が抜群に良さそうですね。まあ色もね、かなり展開豊富で、定番のブラック系もあれば、結構僕はこのダークグレーが好きなんですよね。これ使いやすいなと思いますし、あとはこういったライトグレー系の色合いもいいなと思いますし、かなりカラー展開も豊富で、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。あとは、アーバンスラックスのちょっとこう、ゆったりめバージョン。アーバンリラックスイージーですね。エアーとも書いてありますね。はい。このあたりも使い勝手いいですよね。もうちょっとトレンド感出したいなって方は、少しゆとりを出したこれぐらいのね、ゆったりさのボトムスも一本あると便利かなと思いますね。アーバンスラックスらしいですね、上品な素材使いにゆったりめのシルエットが乗せてあると。これも使い勝手いいんじゃないですか。で、これもセットアップできるようになってるんですね。これ。アーバンシャツですね。それとセットアップ組めて、で、シルエットは細身になるか、ちょっとゆったりめにするかっていうところで、それもバリエーションが組めるので、まあ、これまたいいですね。なんか、アプローチとしては、ちょっと小綺麗なデート着とかでも使えそうだし、なんかね、本当にカジュアルな職場だったらセットアップ風でこのままね、出勤する方もいらっしゃるぐらいなので、なかなか使い勝手はいいんじゃないのかなと思いますね。はい。そうですね、いろいろありますね。最後ちょっと小物も見てみましょうか。小物もいろいろ充実しているのがグローバルワークさんの強みですよね。ちゃんとありますね。今っぽいもの。ちょっと上にあるので見落としそうになりましたが、グルカサンダルですね。これもなんか軽いですね。持った感じがすごく軽くて、まあレザーではなく合皮ではあるんですが、ほぼ合皮には見えないですね。最近のこのあたりのアイテムって完成度高いので、まあレザーに比べるとライトで使い勝手が良くて、ほぼレザー見えするっていうところで、これも使い勝手良さそうですね。なんか着脱もベルトの部分にゴムが入ってるので、そのままスッと足入れられるので、このあたりの使い勝手も含めてこれ良さそうですね。これもちょっと後ほど履いてみたいと思います。ということで、ちょっと色々とですね、5点と言いながら確実に5点以上になってると思うんですが、これから実際に気になったものを着ながらですね、さらに解説をしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まず1枚目ですね、主役としているのはこちら、ライトクッションの素材を使ったこれですね、キーネックのですね、カットソーですね。かなり新鮮な雰囲気なんですが、個人的には T シャツのスタイルって夏場多くなるんですけど、それだけだと途中から飽きてくるんですね。なんだかんだで T シャツの着る期間って長いので、まあそんな時に丸首だけではなくて、このようなキーネックを持っておくと、今っぽくてトレンド感も溢れていて、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ先ほどもお伝えした通り、最初からレイヤードの仕様になっていまして、白 T が覗くような見え方になってるんですね。首元。そして、その部分を見てください。このあたりの、ちょっと見える感じ。だいたい1センチ前後見える感じなんですけども、これをですね、リアルに表現しようとすると結構大変で、T シャツを内側に着て、上にですね、カットソー、キーネックを着るとですね、途中で襟元がよれたりだとか、その見えるバランスが変わったりするので、まあ最初からこのような仕上がりになっているのは、使い勝手すごくいいんじゃないのかなと思います。まあサイズ感も少しゆとりもありますし、袖の長さも含めてすごくバランスがいいので、これはぜひ皆さんにチェックしていただきたいアイテムかなと思います。
で、ボトムスエアカルイージーパンツですね。これはもう定番なんですけども、やっぱり使い勝手がいいですね。最初からゆとりのあるシルエットになっていまして、今っぽいボトムスではあるんですが、なんといっても履き心地が圧倒的に軽くて楽なんですね。今回はこちらですね、ダークグレーを合わせました。で、トップスがライトグレーで、ボトムスがダークグレーというところで色の濃淡を出してあげると、これまた使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ最初から丈もですね、短めな設定になっているので、まあ軽快に履けるという意味では最高ですね。で、足元、こちらグルカサンダルですね。これまた使い勝手いいんですよね。まあ夏の今定番的なアイテムになりつつあります。トレンドアイテムなんだけども定番的な位置づけになってきましたね。で、こちらはですね、履き心地がすごくライトで、軽いんですよ。そして足との接地面がソフトでふわっとしているので長時間歩いてもすごく楽なモデルかなと思います。こういった足元ですね、トレンド感のあるようなアイテムでまとめつつ、ぜひこちらは再現しやすいかなと思うので、皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、今度はですね、同じキーネックなんですけども、ちょっとこう素材感変えたもので、色味がですねグリーンですね。これ着てみましたが、だいぶ雰囲気変わりますよね。先ほどはライトグレーで明るい感じだったんですけども、今回はちょっと色は濃いんですが、グリーン系なので、重たくなりすぎないようなカラーですね。これまた色味が綺麗なので単品でも映えるかなと思いますね。いいですね。皆さんどっちが好きですか？明るいライトグレーか。結構僕はこのダークグリーンもいいなと思ったんですが。で、今度ボトムスをですね、先ほどは、ダークグレーだったんですけども、これはアイボリーですね。ほとんどホワイトに近いような明るめのカラーで、少しこうダークグレーの重さをですね、コントラスト高めにして軽い感じで表現してみましたが、これまたいいですね。なんかもうエアカルイージーパンツだけでボトムス、済んじゃうぐらいですね、空張り豊富なので、これまた使い勝手が良さそうですね。もちろん、ボトムスはブラックだとかダークグレーで、引き締めてあげるのもいいかなと思いますし、ちょっと明るいカラーで、コントラストを高めてもいいかなと思うんですが、まあ、本当にいろんな表現ができるので、このようなコーディネートも参考にしていただければなと思っています。はい、続いてですね、シャツですね。僕はシャツが大好きなので、ついついいろんなものを買いがちなんですけども、これまたいいですね。エアカルシャツですか？これ名前もね、なんかどんどんこうエアカルイージーパンツからどんどんこう横に派生していって、ショートパンツもあればシャツもあったりして、これまたすごくライトな質感で使い勝手いいなというのと、サイズもね少し緩めなんですよね。こちらで今 S サイズです。身長164センチ53キロの小柄な僕でも S でこれちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。腕の長さもちょっと長めだし、身幅もゆったりだし、このあたりも今っぽい仕上がりですね。まあカラー展開は先ほども見た通り、ネイビーですとかブラックだとかかなり豊富ではあるんですが、個人的には一押しベージュですね。この色味がすごくいいです。ベージュって色の雰囲気でこう高見えするものと、ちょっとこうしっくりこないなってものがあったりするんですが、これはすごく濃く深めでいいベージュなんですよね。これは1枚でしっかりと主役になってくれるので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいですね。まあ襟元もオープンカラーになっているので、まあ下白 T とか着ながら襟元から覗かせてあげるのもいいと思います。まあ前を締めても開けても様になるので、様々な使い方ができそうですね。まあぜひこちらもチェックをしていただければなと思っています。続いて爽快ドライタッチシャツですね。こちらをメインにコーディネートを組んでみましたが、いかがでしょうか。僕はですね、これグリーン系持ってるんですけども、今回はやっぱりこうメンズの定番色のネイビーをですね使ってみたかったんですね。これはやっぱり色いいですね。まあ、ネイビーの中でもブラックに近いような濃い感じよりは少しですね青みがかっているので、これぐらいの方が夏場でも清涼感あっていいんじゃないのかなと思いますね。で、ネイビーを着るからには結構無難に見えがちなので、内側にはボーダーのカットソーですね、先ほどご紹介したものなんですけども、ボーダーのこのピッチもですね細かいですし、こう子供っぽくならないような、そんな雰囲気かなと思います。ボーダーのカジュアルさと半袖シャツ、まあ襟がついているので適度に綺麗感があるので、このあたりをうまくミックスしてあげると、大人の着こなしの中にも馴染みがいいかなと思います。まあこれ今タックインしてるんですけども、外に出してもいいし、今季はこのようなタックインスタイルなんかもちょっと旬な着こなし方、見え方になるかなと思うので、トライをしていただきたいなと思います。ボトムスは先ほどと同じですね。これはやっぱりグレー系使いやすいですね。まあこのちょっとチャコールグレーでもいいし、あとはもうちょっとライトなグレーでもいいですね。
アーバンスラックスのこれぐらいのグレーでもいいかもしれないですね。ライトグレーぐらいで合わせてもらってもより清涼感が出るかなと思うので、まあいいですね。まあ、ネイビーとグレーっていう色自体がすごく相性いいんですよ。メンズのこう着こなしでもジャケットとパンツをネイビーグレーで合わせてよくやりますが、カジュアルの場面でもそういった色使いは落とし込めるので、まあぜひこういった着こなしもですね、トライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて T シャツですね。これまた使い勝手がいいですね。抗菌クリーン T シャツですね。まあ、表面の質感がすごく上品で、見ていただくとわかるんですが、微光沢があるんですね。このあたりがシンプルでカジュアルな T シャツでもちょっと大人っぽく綺麗に見えるポイントかなと思います。素材はエクストラファインコットンですね。こちらを使っていて、ちょっとこう、素材の風合いもすごくいいんですが、表面の光沢感が美しい仕上がりになっていて、あとシルエットですね。このあたりが少しゆとりがあるんですね。袖丈が長くて、身幅もゆったりで、今っぽいサイズ感があり、あとはポケットです。先ほどのボーダーには実はポケットがついてなくて、こちらにはポケットがついてるんですね。無地で、しかもこう、一番上に来ることが多い T シャツに関してはポケットがついてる方がワンアクセントになるので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、色もすごく良くて、この淡いパープルのような色合いですね。これが個人的にはすごく気に入りました。なんか1枚で着てもちゃんとこう主役級のアイテムになるので、まあ、ぜひトライしていただきたいなと思います。まあ、こちらにあるんですけど、あとはこういったちょっとこうグリーン系の色味もいいですよね。パープルなのかグリーンなのか、このあたりはぜひお好みで選んでいただいて、なかなか綺麗な色味なのでチェックをしていただきたいなと思います。あとボトムスですね、ちょっと見ていただきたいんですが、今回はアーバンリラックスイージーですね、こちらを履いてみました。まあ、シルエットがですね、通常のアーバンスラックスよりも少しゆったりめなので、このあたりの風の通り抜けがするようなシルエットもすごく使い勝手がいいなと思います。だけど素材感はちょっとこうウール見えするので、上品な質感っていうところもちゃんとですね保たれているので、使い勝手良さそうだなと思いましたね。で、サンダルなんですが、トレイルサンダルですね。これまた先ほどのグルカとは違ってスポーティーな雰囲気になるので、まあ、T シャツとの合わせなんかにはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。これまたカジュアルなスタイルにはグルカではなくて、こういったスポーティーなサンダルでぜひ皆さんも合わせていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、グローバルワーク錦糸町店さんの方にですね、お邪魔させていただきまして、大人の夏服ですね、冒頭では5点と言いましたけども、かなりたくさんのアイテムをご紹介して、何点だかよくわからなくなりましたが、僕のですね気になったものを皆さんにご紹介させていただきました。実は撮影なんですけども、オープン前にやってるんですけども、これからですねオープンするギリギリの時間帯なんですね。ちょっとバタバタする中で撮影させていただいて、本当にありがたかったかなと思うんですが、まあ、皆さんにリアルな店舗で、おすすめのアイテムご紹介できたかなと思うので、気になる商品はですね、概要欄とかにリンクを貼っておきますし、あとは店舗の方でチェックをしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本、皆さんにですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。